皆さんこんにちは、いきまいプラス庭光代です。蟹市では毎年蟹市のいじめ防止専門委員会特別顧問の小木ママこと小木直樹さんによる小木ママの子育て相談会を開催しています。今年も6月17日に文化創造センターアーラで行われました。7人の子育てママさんのお悩みに答えていただきました。蟹市主催のちょっと教えて小木ママの子育て相談会の模様を今回から毎月1回全7回でお送りします。最後まで番組をご覧くださいね。さあ今回はご覧の項目をお伝えします。まずは新型コロナウイルス感染症についてです。新型コロナウイルス感染症の第7波による感染急拡大を受け、岐阜県が BA.5 対策強化宣言を8月21日まで発出しています。医療体制が逼迫しているため救急外来および救急車の利用はまさに必要な場合に限っていただくようお願いします。若年層の人など軽症者については休日や夜間診療を控え、平日の医療機関の診療時間内での受診をお願いします。新型コロナワクチン接種を受けることをご検討ください。特に若年層の人の接種率が低い状況にあり、感染予防・重症化予防のためワクチン接種を受けることをご検討ください。事前検査の受検をお願いします。お盆の帰省時など高齢者や基礎疾患のある人と会う場合はできる限り事前検査を受検ください。基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。マスク着用、手指消毒、3密回避、体調不良時の行動ストップなど感染リスクの高まる場面の回避をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。ワクチン接種については蟹市新型コロナワクチン接種推進室へ、その他については健康増進課へ問い合わせてください。新型コロナウイルスの感染にも気をつけて、さらに熱中症の対策もしっかりとしてください。節電と言われていますが決して無理をせず、エアコンを適時使用するようにしてください。さて今週の一押し、まるごと子育てルーム、まずは漫画で紹介する子育てあるあるです。じー、一体何を見てるのかな。え、何かいるの、まさか言う。赤ちゃんの視力はまだ未発達ですが、光の変化などに敏感だそうです。小さなホコリなどに反射する光を見ているのではないかとも、汚れやシミが顔に見えるなどいろいろな説があるそうです。さあ続いては子育て座談会です。子育て健康プラザマーノの2階にある市民支援室のスタッフに自身の経験を踏まえ子育てについて話をしていただきました。子育てのヒントが見つかるかもしれませんよ。6月11日と7月16日の放送で2人目以降の子供が生まれてからのお話をしていただきましたが、今回はその続きです。なんか、上の子とかが、上の子なり下の子が病気になったとして連れて行ってしまうと、そこで病気を拾うかもしれないっていう不安があると思うんですけど、うちからの同居なんて、もう預けてどっちかだけ病院に連れていくってことができるんですけど、だいたい風邪ひくとだいたいうつるだいたいうつるんで、それが時間差でうつるので、なんならもう一緒に風邪ひいてくれって感じなんですけど、あのどっちかがもらってきてそれが下に移ってってなるので、もう何回も病院に行かなきゃいけないっていうのはありますけど、まあ、見ててくれる人がいるっていうのは、はい、ありがたいなと思います。寝かしつけはどうしてましたかって、時間がずれるとか夜泣きとか。寝かしつけね、そ、祈りだよね。祈り、早く寝ますよ、寝てくれ。うちは上の子は割とスッと寝るタイプで、
ちょっと夜中起きたりとかはあったんですけど、下がなかなか寝なくて、やっぱ自分で選んできた絵本を読んでやって、その絵本もなんか3冊とか4冊とか選んでくるからこれ全部1時間ぐらいかからない読むと、ね、でとかで最近はちょっとクイズとか謎とあとしりとり、まあ、しりとりをしながら自然に入眠みたいな感じで寝てる時に寝言のように怒ったりとかする時たまにありますこういう4月5月とか の何か変わる時期とかはありますね。いきなり笑い出すとかはある。あ、それもある、ね、それもあるって笑い出すそれはすごくいい気持ちになるよ ね、こっちも ねこっちも幸せな気持ち、幸せな気持ち、なんで夢だろうと思っていいことあったねさあ、大変お待たせいたしました。シリーズ、おぎママの子育て相談会です。子育てママさんからのご相談、今回はその1回目です。過干渉についてのご相談です。それではどうぞ。子供が動く前についつい良かれと思って、この時にこうしたらいいんじゃないかとか、ああしたらいいんじゃないかと思ってアドバイスをしてしまいます。まさに過干渉ですで、まあ、その結果やろうと思っていたのに、まあ、やる気がなくなったと、結局不機嫌になって険悪ムードになってしまいます。で、私もちょっと言うのを気をつけようかなと思って、黙っていると無言の圧をかけているようで、それはそれでまた子供に伝わっているので、なんか上手な声かけの方法があれば教えていただきたいです。なるほど、声をかけなくても無言の圧力を感じてしまう。相当今までが、ね、圧がかかってた経験をしているんですね。今のお悩みっていうのは、この声のかけ方どうすればいいのかっていう、過干渉をやめていくコツですね。うん、こういう悩みかなと思うんですけれども、ここの会場でも自分過干渉かなと思う方が本当に7割近くほどおられて、みんな悩みなんです。親がやっぱり我が子のことが心配で、なんとかね、こう健やかに育ってほしいと責任感じるから、やっぱり過干渉になるわけですね。でもこれをね、やめるの、うん、でもみんな分かってるんですよね、結論が。そう、良くないよっていうのは。で、過干渉をやめる戦いっていうの、これをね、うん、なんか夫婦でやってもいいわね。お父さんがなかなかわからないお家も多いんですよ。お前が甘やかしてるからだとか言ってね、うん、この間も悩みがあったのが、ひどかったのがですね、お子さんがね、なんか学校行かなくなったりいろいろしてきたら、お前が悪いんだっていうので、仕事なんかしてないでやめて子供の面倒見なさいって言って、お父さんの権限が強いのか、本当にお母さんやめて、で娘さんにピタッとくっつき始めたんです。高校1年生のお嬢さんですけども、そしたら娘さん、今まではママと一緒に学校行かなくてもクッキーを焼いたり楽しく生活してたんですけども、ママが監視人になったわけですよ。そしたらどうなっちゃったかって言ったら、今どうしてるかって、今現在進行形ですけど、押し入れの中に逃げるようになっちゃって、押し入れの中で生きてるんです。これ引きこもりって言いますけどもね、本当に押し入れの中入っちゃったんですよ。先生どうしたらいいんでしょうって言うんですよ、ね、本当に追い詰められると自分が安心安全な場所を求めて、本当に最終的に押し入れに入っちゃったり、自分の部屋に中か内鍵をかけて絶対入れさせないとかね、食事を廊下に置かせるとか、どんどんエスカレートします。だからこの過干渉にならないっていうこと、これはねすごく大事で、手紙でって文字化すると非常に伝わりやすいし、自分の方も過干渉がブレーキがかかってくるんですね。で、日記を書くのも同じ効果があります。書くっていうこと、これ自分が見えてしまうんですよ。だからちょっと口で言う前に同じことを書いてみようと思って、ちょっとメモ書きしてみたらどうでしょう。で、文字で見ると何回も読み直せるんですよ。で、口で例えばママから言われるとね、表情が目がつり上がってますから、相手も嫌な思いをしたりしますけれども、それから怖い思いをするんですけど、文字だと何回も読み直しができて、うん、いいかなっていうふうに思います。うん、そうするとまとまったことも言うし、ね、
そのポイントだけにギャーッと突っ込んでいくんじゃなくて、ね、こういう点はどうなんだろうと。でもこういうとこはすごくできてきたと思うけど、ママはこんなふうに思ってるっていう、そんなふうに一回手紙を書いてみるって。でもしよかったらそれにまたお返事、ちょっと便箋一枚もなくていいから書いてねとかいうね、これいいと思うよ。でそれもスマホでやり取り LINE でするんじゃなくて手書きがいいです。もう全然違うんですよ、手で書くのとスマホで見るのと。あの心がこもってくるっていうか温まってくるんですね、うん、スマホは本当にスマホで同じことをやっていると脳は全然働いてないです。電極つけてチェックすると分かるんですけど全く動いてない。これは、かつて10年ぐらい前はいやあまり差がないとかね、いやスマホの方がいいとかパソコンの方がいいっていう説の時期もあったんですが、今は完全に定着して紙の方がいいんです。お手紙作戦、ちょっと具体的な話なんですけども、やってみてはどうでしょうか。はい、あの皆さんもちょっとやってみて結構ね単純なことでムカついてたり、あの自分っていうのはちっぽけなことでね干渉しようとしてたなっていうの見えて自分が恥ずかしくなる。で書いたけどやめちゃうと渡すのね、うん、結構そういう場合が半分以上あるんじゃないかなと思います。はい、次回のおぎママの子育て相談会は9月10日からの放送でお伝えします。ぜひご覧くださいね。最後は就労子育て講座キャリナビのお知らせです。就労子育て講座キャリナビを開催します。なりたい自分を見つけませんか？お子さんと一緒に受講できます。期日と内容はご覧の通りです。それぞれ2回ずつ開催します。場所は子育て健康プラザマーノ。各回の定員は先着順で2組です。申し込みフォームからか電話でお申し込みください。受講後の個別相談も行います。問い合わせ先は人づくり課 62-1111 です。番組では子育てに関するお悩みや困りごと、子育てあるあるなどを募集しています。お待ちしています。次回の今週の一押しは地震災害への備えできていますかをお送りします。それでは今回のいきまいプラス、これで失礼します。